んにちは。NTT コミュニケーションズ山田明人です。今日はゴールキックを練習して、今シーズンはゴールキックでも蹴ってみようかなと思います。2人見つけましたんで。ありがとうシャンパンス。10分は長いっす。これが番組だ。元日本代表小倉純平選手、そして今年1年目明治大学でキックで秩父宮を沸かし国立を沸かせた松尾翔太郎選手。国立は出てません。国立ないです。しっかりして、まあ、これは初めだからいいです。初めだから取り始めだから。で今日は何をやればと言って、ね、ちょっとあのゴールキックのポイントを分かりやすくちょっと教えてください。はい。あの蹴り方はバラバラなんですよね、やっぱり選手。そうですね。角度も。多分それも多分にわかファンの皆さん分かってないと思うんですけど。そのパッケージがあるのかなとか思ってる。ああ。ね。人それぞれです。そうですね。キックティーも人それぞれ違います。もうこれはもう高さ調節もできます。すごいね。何センチまで上がるのかなこれ。分かんないけど、もう癖強いですよこれは。クセキックティーですこれはあんまいないかもしれない。これ結構多いよね。放送だったから。そう、まずそうだね。そっからでイメージはね、サッカーやってた人は低い。ああ、なるほど。でね、それやってない人って他の、うん、ちょっとあ、じゃあキックティーを見て、ああの人サッカー上がりかなとか。あのパラの山沢くんとかめっちゃ低い。なるほど。うん、これうまい。そう。わかりました。じゃあちょっと、うん、置き方とろ。まずね、とりあえず松尾選手から。いや、僕はですね、はい、結構ロケット型なんですけど、まあ、本当人それぞれで、まあ、純平さんはもう結構縦目だと思うんですけど、まあ、ちょっと実際に立ててみて、はい、僕は本当もう最近主流のロケットって感じで、まあしっかりボールを、どちらかというと僕は低いですね。低めで、はい、サッカーしてたんですか？サッカーは幼稚園の頃だけしてました。なるほど。でも小3からラグビー始めたんでそれまででしたね。なるほどね。はい。でもうしっかりこうロケットです。こう斜めですで、ここにもう足をミートさせて、はい、でこのロケットはまあ高く上がるっていうよりもこう低い弾道でシュッとまっすぐ、風もあんま抵抗ない感じでまっすぐ行くっていうメリット。なるほど。松尾選手のセルーティン、はい、僕はこう置くとこから行くかね、はい、もうじゃあもうこれノーカットで、ここノーカットで注文の方よりで、ボールはあのよく見てもらうとここあの空気入れるところがあるんですけど、絶対僕は空気を入れるところを上にしてます。はい。で寝ます。で、こうしっかり当てるところを確認して、1、2、3歩下がって1、2歩ですね。で、まず深呼吸っていうかこう気持ち整えるために3回走るっていう感じします。で、ゴールポストを僕は5回眺めます。5回も見んの？はい。5回も見んの？決めちゃった。決めちゃってる。まあルーティンやけね。で、蹴る前に下がって、あとはもうずっとボールを見て、おぉやばいです。ね、ネットに当ててね。はい。強いもの多いな。すごいね。フィニッシュ。まずボール立てますね。下がりますね。入れたー。おお、入るんです。これめっちゃまっすぐ。あんまりルーティン的なのはないと思う。ない。あ、そういうタイプもいるのね。だから短ければ長い人もいます。ルーティン幅もそう。だってもうパンって蹴っちゃう人もいますもん、ね、いる。ないパターンもあるということで、あの YouTube ってもおもろい。確かに。え、なんでどっから来たの？
はい、はい、出れ。わかりました。キックを目指してる皆さん、まあ、ルーティーンは何が正解ってないってことですね。そうですね。自分でこういうのがいいんじゃないかなっていろいろ練習をして決めていくと、はい、じゃあせっかくなんでこのお二人に今日僕の今シーズンのルーティーン作ってもらいたいと思います。サッカーやったことないんで、はい、こういう系の、はい、そうです。ちなみに蹴ったことあるんですか？でスタンドじゃん。大学1年生までスタンドオフでゴールキック蹴ってましたから。高校の時の翔太の出身校東高校の試合は7本ぐらい蹴って全部決まってた。やべえ、めっちゃ入ってる。負けた。確かに引き分け。負けた。なんか立てる時はこうやって立てよう。はい。なんで蹴れるんだな。練習して何が起きるの。そう今なんか1、2、3。これ高校の時やってたんですね。高校の時はマジで何本やってない。やってないんかい。なんかこれスタートどうなの。いいっすよ。新しくない。新しい。ないっすね。あった、入れてください。あ、じゃあ一応観客抜くわ。オッケー。そこ観客ファーストで行くんですね、はい、こう向いてゴールは1回行くわ。はい、一通りシンプルですね。はい、トライしました。翔太トライしました。はい、キッカー入ります。はい、今シーズンぜひご期待ください。